三菱 UFJ 銀行デジタルサービス推進部の神場でございます。簡単に自己紹介でございますが、入行後主に個人向け商品の開発やマーケティング、また規制緩和に伴って広がる個人向け業務の企画等に従事してまいりました。2014年以降は二課店の拠点経営および MUFG ダイバーシティ推進業務を得て、今年度4月より新しく立ち上がったデジタルサービス部門の頭部現職にて、マス個人を対象とするデータマーケティングの体制構築、顧客体験の向上を目指し、メンバーとともに切磋琢磨をしております。本日はプレード様に大変貴重な機会をいただきましてありがとうございます。私からは MUFG が目指す顧客体験の変革、お客様のお金の不安の解消に向けてと題しまして、当行の現状の取り組みや方向感につきお時間を頂戴しております。私自身他社様のセッションも大変楽しみに学ばせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。まずは MUFG についてごく簡単にご紹介ですけれども、三菱 UFJ フィナンシャルグループは銀行、信託銀行、証券ホールディングス、さらにクレジットカード会社の三菱 UFJ ニコスとコンシューマーファイナンスのアコムが持ち株会社である MUFG にぶら下がっている形の企業集団でございます。本日は MUFG の普通銀行である三菱 UFJ 銀行の取り組みを中心にお話しさせていただきます。顧客基盤としましては、個人は3400万人、法人120万社のお客様とお取引をさせていただいております。グループのリアルチャンネルとしましては、銀行、信託、証券合わせて足元約570拠点を有しております。また東南アジアを第二のマザーマーケットとして捉え、2013年のタイのアユタヤ銀行に出資をして子会社化、また2018年度にはインドネシアのバンクダナモンを子会社化し、ASEAN 地域における子銀行を通じてローカル経済の発展に貢献してまいるという新たな戦略を展開しているフィナンシャルグループでございます。デジタル戦略の前に8ページ以降では、日本の金融機関を取り巻く環境の変化、そしてそれを踏まえた MUFG のパーパスについて触れたいと思います。まず日本の金融機関を取り巻く環境についてです。左上ですが、皆様ご存知の通り、経済成長が鈍化する中、世界的な低金利は継続しておりまして、日本円につきましてはかなり以前から2016年以降マイナス金利の状況、またその脱却のめどもなく、金融機関としてはかなり厳しい環境にございます。私どもは80兆円に上るご預金を個人のお客様からお預かりしておりますが、これが全く収益を生む資産となっていないというのは、米中の金融機関に比べると劣後的な立場にあり、難しい経営環境にあるということでございます。また右上、顧客行動の多様化につきましては、特にコロナ禍において現金や ATM 画面に触りたくない、フェイス2フェイスの面談をしたくないというお客様が増加していることは想像に難くないと思いますが、過去5年間で比較してみても、来店客数は半分に減少する一方、インターネットバンキングの利用は倍増という状況であり、店舗チャネルの在り方、顧客サービスの在り方という面で経営環境の変化が顕著な部分でございます。左下のテクノロジーの変化についてもご存知の通り、 AI、 ブロックチェーン、量子コンピューター技術については日進月歩、これまで常識だと思っていたものが一気に塗り替えられるというリスクが常にあるということだと捉えておりますし、右下、異業種参入につきましては、特に金融機関はすでに大きな影響を受けておりますが、いわゆるGAFAと言われる方々やモバイル決済サービスを手掛けるペイ系の方々等が金融サービス事業に参入、この状況は言うまでもなく、我々も変わっていかなければ、 DX を推進していかなければ、存続そのものが危うくなっている現状は言うまでもございません。こうした大きなトレンドの中で、ご案内の通り、コロナ禍がその動きを後押し加速させております。 MUFG としても金融インフラとしての責務を果たしつつ、社会の変化に順応していくため、ウィズコロナにおけるさまざまな取り組みを進めておりますが、対面接点の減少は対お客様へのサービスのあり方のりみならず、グループ内、社内でのコミュニケーションにも大きな影響を及ぼしており、働き方、エンゲージメントの重要性はますます高まってきていると認識しております。このような外的環境変化を踏まえ、今の延長線上に我々の未来はないということをトップから共有、この変化を正しく読み解き、飛躍のチャンスに変えるにはどうするべきかを考える上で、改めてなぜ MUFG は存在するのか、
自分たちの存在意義、パーパスとは何か、良い未来を目指す人たちのために私たち MUSC ができることは一体何だろうと、原点に戻って問い直しをいたしております。一連の議論をベースに、今年度4月、過去9年間にわたって私たちの拠り所となってきた経営ビジョンを MUFG ウェイへと進化させ、 MUFG のパーパスを世界が進む力になると定義をしています。これは金融サービスというのはあくまでも産業界の黒子であり、実業としての日本経済、世界経済、その中のお客様一人一人が成長して初めて金融サービス事業の成長もあるのだということ、その位置づけを定義した上で、この世界が進む力になりたいという思いを込めたということでございます。その MUFGWAY の下でどのような力になるかをまとめたのが、今年度4月からスタートした中期経営計画であり、3年後の目指す姿を、金融とデジタルの力で未来を切り開くナンバーワンビジネスパートナーと位置づけています。我々が携わる国内リテール領域も重点戦略の一つとして掲げ、今年度新たに事業本部が設立されるに至りました。 MUFG のパーパスに続いて、デジタルサービス事業本部設立とそのパーパスについてお話しさせていただきます。赤で囲ってありますデジタルサービス事業本部は、個別のお客様担当を配置しない、いわゆるマス個人法人のお客様セグメントを切り出し、そこにデジタルトランスフォーメーション DS 推進機能を統合して発足した新事業本部になります。これまで MUFG の DX 推進機能は事業本部から独立したコーポレートセンター組織でありましたが、マスセグメントのビジネスモデルを徹底的に変革するという目的のもとに、あえてこれを事業本部に統合し、合わせて他の事業本部の DX も支援する、ご覧の通りの L 字型の組織となります。事業本部と統合しないことには、顧客サービスに関わるお客様の声はビビッとに入ってこないであろうと、また顧客基盤、営業部隊、マーケティングインフラを活用して初めて新しい事業、顧客体験の変革につなげられるという考えのもと議論を重ね、国内法人個人のお客様を所管する部門と一緒になった経緯にあります。翻ってマス個人を所管するデジタルサービス部門としては、どのようなパーパスがあるのか、こういったお客様が進む力になるということはどういうことかを改めて定義をしています。日本は OECD 諸国の中でも GDP は大きいながら、少子高齢化、年金2000万円問題と将来に不安を抱えている方がことさら多いのが日本の特徴ではないかと、お客様のお金の不安を解消すること、コントロールできるようになる生き方をサポートしていくのが我々のパーパスであり、金融サービスの専門家として常に頼られる存在として、金融のデジタルプラットフォーマーを目指すと掲げました。先ほど触れました金融業界をめぐる環境変化、非金融業種による金融サービス参入が相次ぐ中、今一度お客様が真に求めるサービスを問い直し、MUFG の強みであるグループ総合力や顧客基盤を生かして、お客様に評価されるデジタルサービスを着実にお届けしたいというのが私たちの思いでございます。こちらは具体的にあるお客様不安を吹き出しにして入れておりますが、このようなことを人前で話すことすらはばかられるというような先入観を持っている日本人が多いとされる中、我々のような金融機関が専門家として不安を解消するお手伝いができなければならないという強い信念を持ち、 DX を活用してどのようなサービスがお届けできるかを改めて自問しておりますし、担う従業員に対しても、金融商品はコモディティ商品だからと諦めていないか、 UI UX の徹底的改善、デジタル前提とした商品力や業務プロセスに定期的に見直しがかけられているか、お客様に適切なご案内ができているか、それぞれの持ち場にて腹落ちした上で業務に当たれているかを部門長自らメンバーに問う機会も持っております。3400万人いらっしゃるお客様のうち、いわゆる担当がついているお客様は 3% に過ぎない、法人のお客様は 5% に過ぎないという事実を示しております。お客様のお金の不安を解消する、お金の不安のない世界をお届けするには DX しか手段がなく、DX なくして全てのお客様に届くことはない、パーパスを実現するための各べからざるツールであるということを、
このビジネスに関わるメンバーすべてが腹落ちすることが前提であると考えております。ここから新部門での我々の取り組み、デジタルサービス浸透状況についてご紹介いたします。足元のデジタルシフトの状況です。銀行に行ったら1時間待たされたというようなお声やイメージがございますが、まさにお待たせしない営業店を実現していこうということで、窓口手続きのデジタルシフトを進めております。例えば口座開設や住所変更、カード再発行等は窓口手続きの大どころですが、これらをスマホや PC で完結できる環境を整えてきており、足元のオンライン契約の比率は約4割前後で、この割合は徐々に増加、2023年度末には 7、8割のお客様がオンライン契約を完結していただけることを目指しております。右側ですが、銀行店舗への来店客数が大きく減る一方、インターネットバンキングであるダイレクト利用者数は過去5年で約2倍、ダイレクトの振り込みも約2倍となっています。結果、営業店の店頭事務件数は過去5年でほぼ半減、ホームページ上、ダイレクト上での AI チャットポットでの応対件数、解決率も増加しており、チャンネルネットワークを大きく見直すきっかけとなっています。デジタル接点につきましても、快適なバンキングサービスをご提供するために、既存のインターネットバンキング、三菱 UFJ ダイレクトの機能向上に加えて、新規アプリもリリースしてまいりました。インターネットバンキングについては、ユーザビリティ強化、本人認証、ワンタイムパスワードを使いやすいものにする一方、多くのサイバーアタックを回避するセキュリティを同時に強化しつつ、ユーザビリティとセキュリティの強化のバランスを取りながら取り組んでおります。利用者数は900万ダウンロードを超え、ネット銀行も含めて日本で最も利用されているインターネットバンキングアプリとなっており、 Apple Store や Google Play における評価も向上してきているというところでございます。また手続き専用の簡単手続きアプリや、当行口座をお持ちでなくても使える家計簿管理アプリメイブルも昨年度リリース、こちらも着実にご評価をいただいております。店舗のデジタル化につきましても、店頭事務が約半減しているということは前にも触れましたが、今後さらなるペーパーレス化を実現し、向こう3年間の間にはさらにご覧のような次世代営業店を目指し、スマホや PC での来店予約、来店された際にはタブレット操作で取引完結できる持参物なし、待たない、書かないという世界観をお客様にお届けすることを目指しています。お取引にかかる時間という意味でも、来店予約サービスによる待ち時間削減、タブレットでの手続き完結による手続き時間短縮、税抗菌化のデジタル対応等、お待たせしたい営業店を目指しています。先ほども少しご紹介しました家計簿管理アプリメイブルは、銀行口座残高、クレジットカード利用額、ポイントカード等のお金にかかる情報を一覧表示し、カード引き落とし日に残高が足りるかどうかを毎月事前にお知らせをしています。また使わないでおきたいお金を簡単に分けておくことができるという使い分け口座という機能も備えておりまして、 ATM でお金を出して貯蓄用の口座に移す手間をなくしたり、例えば旅行目的の費用を使ってしまわないようにしようと一時的に避難したり、フリマの売上金をうっかり使ってしまわないよう売上金管理目的で分けて管理したりなど、資金管理する機能として使っていただいております。さらにユーザビリティを高めるため、利用者の声も直接伺いながら改善を図っておりますが、開発手法としましては、短期間でのブラッシュアップのため、右側の図のようなアジャイル開発をとっており、従来の銀行アプリと比較すると圧倒的に機動的で継続的な改善ができるようにしています。お金には一生関わりがあるということから、お客様とは長いお取引を前提としております。長期間にわたるお客様のエンゲージメント強化を意識した施策を展開してまいります。各種のデータを通じてお客様をよく知り、当行のホームページを訪問いただいた際のお困りごとには、プレイド社様より導入させていただいたカルテでリアルタイムにご案内を、またお客様の口座開設等お取引のタイミングや、当行ホームページ上、ダイレクト上での行動、チャンネル選考等を踏まえながら、お客様のシナリオに基づいた一連のご案内を
パーソナライズにお届けするためのプロセス管理にはマーケティングオートメーションを活用しています。具体的には投資信託を例にとりますと、活用前と比べると申し込み率が約 70%、 メールのクリック率につきましては 200% 超向上する改善例も出てきております。データを活用し、良質な顧客体験を提供するために施策における経験の積み上げと、それを踏まえた高速 PDCA 回転を実現していきたいと考えております。こちらのスライドはバースバンキングアザーサービスの推進についてです。これは外部事業者の持つ顧客基盤や非金融データへのアクセスを確保しつつ、 MUFG が金融機能を提供することによって外部事業者の事業をも推進するウィンウィンとなるモデルでございます。左側の図にありますように、銀行のインターネットバンキングや独自アプリの UI UX 向上には継続的に実施してまいりますが、やはり銀行機能そのものだけでは面白みに欠けますし、消費行動のフロントは GAFA を含めたさまざまな事業者やプラットフォーマーの方々が抑えておられ、金融サービスについては必ずしも日常生活にとって主役の立場ではございませんので、外部事業者の方とタイアップすることによってお客様に新たな体験をお届けするということについて日々努力しているということ、また右側のデータマーケティングの世界においても、パーソナライズされたレコメンドをお届けすることがいわば常識であり、お客様の日常生活の中に入り新たな金融サービスを届けられるよう、外部事業者の方とタイアップし新しいデータ解析によるサービスをお客様にお届けしていきたいと考えております。24ページでは現在進行中のバースの具体例を3つご紹介いたします。1点目は本年5月に提携した NTT ドコモ社との提携です。通信事業者と提携して新たな金融サービスを携帯キャリアサービスの裏側から提供するということにチャレンジしております。金融と非金融データの融合により、各々のデータだけでは提供できなかった新たなデジタル口座サービスなどの共同開発を進めております。当該口座では取引の内容に応じて D ポイントがたまるような仕組みを導入する予定であり、お客様にお得を実感していただけるようなものにしていきますし、お客様との接点部分フロントについては NTT ドコモ様のノウハウをフルに活用し、 UI UX を飛躍的に向上させ、お客様の日常生活に密着した形でより一層便利にご利用いただくことを目指します。裏側の仕組みは MUFG が担い、お客様の資産をしっかりとお守りします。加えて両者のデータを掛け合わせることで不正利用や詐欺被害を未然に防止したり、より安心に金融取引をご利用いただけるようなサービスを開発していきます。また2点目、昨年秋にリクルート様と立ち上げた合弁会社では、銀行口座からチャージするプリペイド型の QR コード決済サービスであるコインプラスを開発中です。日常のあらゆる消費行動をコインプラスで決済いただくことで、銀行口座を介さないお客様との接点を拡大していくことを目指しています。今回は環境変化を踏まえた MUFG パーパスの制定、その下でマス個人が進む力となるには DX は不可欠であるということ、 MUFG 独自チャンネルの機能 UI UX 改善に加え、バースによる金融機能の提供を通じてお客様のお金の不安のない世界、お金や不安をコントロールできる世界を実現していきたいということをお伝えしてまいりました。すべてのお客様との取引を活性化し、利便性向上、付加価値の高いサービスを提供する金融デジタルプラットフォーマーを目指し、たゆまぬ努力をするとともに、1年後に MUFG が変わったと思っていただけるような取り組みをしてまいりたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。